どうも、クーニンです。本日は社会人硬式野球の名門チームトヨタ自動車硬式野球部の取材です。トヨタはこれまで30名近くのプロ野球選手を輩出。現在は元プロ野球選手の細山田選手も在籍しております。戦力としてもムードメーカーとしてもチームに好影響を与える存在。今年の都市対抗ではホームランを記録するなど、トヨタ自動車硬式野球部の一員として長打力を発揮しました。しかし、チーム全体としてはスモールベースボールに取り組んでおります。長打で返すよりかは、打ってつないで送って返す。そのため、トヨタ選手にとってバントは必須課題。これができないと試合には出れないというぐらい、個々の選手が熱心にバントに取り組んでおります。なのでトヨタ34名の選手全員がバントの対象です。練習は平日が毎日、日曜日は休みのことが多く、家族サービスに時間を割けます。さあ、そしてスモールベースボールを掲げるトヨタ、守備走塁に力を入れております。こちらは西武に入団した源田選手を育てた乗田コーチ。自身の現役時代も名ショートとして活躍した選手です。そんな乗田コーチの指導のもと、トヨタ野球部選手たちはメキメキと守備力が上達。まさにチーム内は守備職人だらけ。しばらく守備練習を見ましょう。守備練習が終わった後はしっかりと振り返りも行います。さあ、ここでミスター社会人の異名を持つトヨタのエース佐竹投手を紹介します。佐竹投手は都庄高校から早稲田大学に進学し、2006年にトヨタに入社。2016年には MVP 投手三冠王、現在もエースとして社会人通算70勝以上を誇る大エースでございます。社会人は10年やるとすごいのですが、13年目の今年もエース、70勝は怪物記録です。そんな佐竹投手は定期的に遠投をします。こう知らず知らずのうちに自分は 100% に投げてるつもりが70、60とかでも、はい、ブルペンに行けるんですよ。それで知らないうちにこうどんどんちょっとパワーが落ちてて、やっぱピッチャーの理想って軽く掘って強い球投げるっていうのが理想なんで、自分のこの 100% をこう伸ばしてって、ブルペンで7割で投げて、自分の感覚で7割で投げてもいつもより見た球がいくっていうために、試合前とかは僕遠投だけで終わらせて、あ、球ブルペン入らない。早かった。
はい、それではトヨタ自動車エースの佐竹投手に来てもらいました。ミスター社会人の意味を取る佐竹投手ですけれども、まずはですね、はい、球種を教えてもらいたいと思います。横からが手首を曲げたまま、まっすぐストレート投げる。なるほどですね、はい、ボールはまっすぐが基本的にはこうなんですけど、はい、はい、これはもうベーシックですよ、はい、これ反対にして中指広げるだけです。でもあとはストレートと同じ握りです。そうですね、はい、全くしチェンジアップは、はい、あまりこう深く握るというよりは浅く握って、はい、で親指はここにあの添えてるだけで、はい、イメージする、はい、こうやって握ります。こうじゃなくてこうとかじゃなくて、はい、こう抜くイメージです。へえ。つまんでこう、もう僕の感覚の問題なんで、はい、やっぱこうここのリリースの何ですかね、こう、はい、動きを変えてしまうと、はい、コントロールつかないんで。あ、なるほどですね。もうそのままこのこうやって抜くっていう。なるほどですね。ツーシームとかもほとんど変わらないんで、はい、フォークもありますけど、まあ、基本はその3つ。あ、なるほどですね。4つ進めます。で、先ほどあのブルペン投球を拝見させていただいたんですけども、
コントロールがとにかくいいですね。いやまあ今日ちょっと試合後になったんであんまり良くなかったですけど、まあ、あれで良くないんですか。結構変化球のコントロールの方が大事だと僕は思ってるので、はい、あとあの特徴的だったのがキャッチャーの方に結構声かけられてまして。そうですね、ちょっと気抜けてたんで、はい、ちょっと休み明けでちょっとボケてたんで、はい、ちょっと気合入れてきて。あ、そうなんですか音結構気にされてましたね。やっぱりあのピッチャーって結構メンタル大事なあのですかポジションなんで、はい、やっぱあの音鳴るだけで、はい、自分あ今日球走ってんなっていう風になると、はい、やっぱこう気持ちよくなってというかどんどん腕が振れていくんですけど、はい、やっぱこう音が鳴らないと、はい、あれちょっとボールが弱いんかなとか、はい、ちょっと垂れてるんかなって思っちゃうんですよね、はい、そうなってくるとどんどんこうもっと強く投げなきゃってどんどん力んでいって悪循環になっていくんですよ。やっぱそのブルペンといえどもやっぱキャッチャーにはそういうところをあの求めていかないと。やっぱキャッチャーもピッチャーの状態が悪くなれば自分が苦しくなるので、はい、そこはあのキャッチングは特に言うようにしてます。あ、なるほどですね。キャッチャーごとならない方が取りづらい球投げてるからいいのかなと思うっていう人間もいたんですけど。あ、でももうこんだけ毎日ブルペン入ってて、はい、こういうボール来るって分かってるのにあのならないというのは確かにそうです、ね、はい、まあ、だから初めて受けたキャッチャーが取りにくいとかっていうんだったらそうかなと思うんですけど、はい、もう何年も受けてるキャッチャーが確かにそうです、ね、それはないと思います。かなり愛情たっぷりさせてましたね。そうですね、期待のキャッチャーです、ね、まあ、可愛い後輩なんで、はい、でそんな佐竹投手ですけれどもあのマネージャーさんに聞いたところですね、はい、どちらかというと遅咲きの選手であって全国的に注目を浴びたのが2014年の補強選手で行った時に、まあ、あの全国制覇をしてその時のメンバーとして活躍されたということで、それがまあ2014年なので、まあ、30歳超えてから。僕自身昔はですねあのさっきコントロール話してましたけど、はい、あのまあ、自分で言うのなんですけど球は速くてコントロール悪いっていう典型的な、はい、え、そうなんですか。まっすぐの速さには自信があって、はい、ただまあストライク入るかどうか分かんないっていう、まあ、よくありがちなピッチャーで、まあ、やっぱりこの一発勝負の社会人野球の世界でそういう使いづらい選手っていうのはやっぱり僕が監督でもやっぱ何ですかね、使いにくいんで、そういうコントロールのピッチャーって投げてみないと分からないっていうのは、はい、やっぱどうしても使いにくいんで、はい、一番変わったのは考え方ですね。やっぱあの若い頃はやっぱ全部いい球投げて、はい、全部完璧にバッター三振だったり抑えたりっていう思いがあったんですけど、最近はもうあのそのヒット打たれることを嫌がらなくて、まあ、最後ホームベース踏まれなきゃいいやとか、はい、あとは点取られてもチームが勝てばいいやというふうに思えるようになってきて、はい、1球目から角角狙うんじゃなくて、はい、大胆にもアバウトにファールもストライクだっていうふうに思えるようになってからちょっとずつコントロールが良くなってきた。それで良くなるもんなんですね。そうですね、そういうところからちょっとずつこうフォアボール減ってきてというか、はい、そういえばそんなフォアボール出さなくなったなから、はい、そうですね、でそうなってくると、で周りがコントロールでいいっていうふうに見てくれると、はい、どんどん不思議なことに良くなっていくというか、はい、自分も自信持てるというか、あ、やっぱ周りの人が あのピッチャーコントロールになって言ってくれると、はい、それが僕にとって一番の自信になるというか、ありがたいなと。自分はコントロールいいと思ってない。ちょっと一種のメンタルですよね。そうですね、キャッチボールでもこの辺こんな感じだったら、はい、まあそれは技術的な問題だと思うんですけど、はい、キャッチボールである程度とか投げれるピッチャーは、はい、基本的にはコントロール悪くないと思うんで、ってことは多分マウンド上でなんかこうメンタル打たれたくないとか甘くなったらどうしようとか、はい、いうのがこう手元狂わしてるのかなと。でフォームとかは一切変わってないんですか。見た目的には、はい、めちゃめちゃ変わってるんですよ。めちゃめちゃ変わってるんですか。昔はもう本当にこうやって、はい、こうやって投げてたんで、で現在か全然変わってるじゃないですか。いやでもよくテイクバックがちっちゃくなって言われるんですけど、はい、変えたのイメージだけなんですよ。上から見下ろすっていう、僕は本当にこうやって投げてるつもりです、はい、テイクバックも。はい、そうなんですね。遠投もでもそういう形で投げてましたよね。そうなんです。で僕もそのチーム そのビデオを撮ってくれる人に撮ってもらってて、はい、自分で見てびっくりしたぐらいなんで、で僕この投げ方で、そうなんですか。本当にこう上からバッターを見下ろすじゃないですけど、やっぱ高いとこ立ってるんで、はい、ボールを叩こうと思って、
上から見下ろそう見下ろそうと思ったら、はい、こういうやり方もボールって最後こう上から叩くんで、はい、今さっき言ってこうやっていっちゃうとやっぱこっちの足に乗ってこないんですよ。だから投げ上げちゃうんですよ。あでボールは投げ上げようとしてるのに低めに投げなきゃいけないっていうので、はい、コントロールつくわけないんですよ。でどっちかって言ったら今あのテニスのサーブじゃない、はい、未来のバドミントンのスマッシュとかみたいなイメージで、はい、上から投げようとしてから安定するんですよ。イメージだけ変えてるつもりが、まあ今実際フォームも変わってましたけども、そうそうそう、まあ、そういうところからなんですね、はい。まあ、なんでやっぱりメンタルとかもあのキャッチャーのそのキャッチングのポンっていう音に対してもすごくやっぱメンタル的に良くなっていくんでやっぱり気にされてるんですね、はい、ピッチャーであの音にならない方がいいっていうピッチャーはほとんどいないと思う。そうですね、まあ、特にまっすぐに関しては、はい、やっぱりそこはチームとして勝たなきゃいけないので、はい、キャッチャーにも求めたいしキャッチャーもやっぱキャッチングを磨いてほしい。なるほどですね、ありがとうございます。最後にですね、はい、まあ、配球とかに関してはどういうふうに思われてますか。僕はもうシンプルで、はい、バッター何考えてるのかなって思って。あ、じゃあもう一球一球バッターの雰囲気とか顔色とか見ながら決めてるんですか。一球一球もありますし、まあ、前の打席 の、 あの結果とかも含めて、はい、自分がバッターだったら次これ待つなとか、自分がバッターだったらこう持ってやるなとか、はい、っていうのもありますし、あ、このバッターこういうふうに考えてるなっていうのを見て分かるときも、本当に性格悪いというか待ってないからひたすらこう意表をつくというか、はい、待ってない球投げるってことは甘くてもこう見逃しだったり待ってないに見逃したり、はい、あっと思って振ってファールになったりするので、それもストライクじゃないですか。だから大胆に投げ込める。いやでもそのあたりはもう12、3年の経験も結構影響してますよね。そうですね、やっぱり若い頃まっすぐだけだったんで、はい、もう相手がまっすぐ分かってる待ってるって分かってるんですよその中でまっすぐ投げるってすごい勇気がいるんですよ。そうですよね、はい、ノーツーとかワンスリーとかってカウントが悪くなってくると 100% まっすぐになっても、はい、で僕まっすぐしかないんでまっすぐ投げなきゃいけないってなるとやっぱりいいところに投げよう、アウトローに投げようとするとやっぱボールになったりして一気フォアボールってカウント悪くなるってなるんで、やっぱりそういう意味ではこの変化球の精度をやっぱまず磨けばコントロール良くなる。今35歳ということで、はい、結構その体も変わってきてるじゃないですか。そうです、ね、そのコンディショニングに対しての意識とかやり方って何か変わってきたものってありますか。まあ、こういうのつけたり、はい、これは何ですか。これはあのコンプレッションって血流良くする、はい、あのサポーターなんですけど、でもそれつけてると全然違いますか、その後の回復っていうのは。そうですね、はい、とかもうそういう何ですか、いいと言われるものは、まあ、マットレスもあのベッドに持って行ったりしてるんで、あの西川のエアとかですか。そうです、ね、あ、本当にそうなんですか、はい、やっぱもうそういうことをやらないとちょっとでも自分の体にいいっていうものを入れるようにします、はい、登板日当日はアイシングってされてるんですか。アイシングは僕あんま合わないんで、はい、つっちゃうんですよ。つるんですか。つります肩が、はい、んであんまりしないですね。でもそれは本当に人それぞれだと思う、はい、自分の感覚を信じた方が、僕アイシングした方がいい感覚いいなって人、ね、はい、固まっちゃうんであんまりしない。佐々木さん、前は当日はもうせずに、もうそのままもう常温で、はい、はい、で、あとはもう、お風呂入ったりとか、はい、リカバリーのプロテインになるとか、はい、今、何飲まれてるんですか。今は、ウィーダーのリカバリーっていう、はい、はい、いいですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、まだまだ現役として頑張る佐竹選手に、いろいろとノウハウを聞いてみました、ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこすって出かける玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。